わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうだ。どうしようかな。いいよ、歌わなくて。なんだよ、その踊り。落ち着いて。はい。さっきね、もう真面目なね、ことやっちゃったからね、テンション上げないとと思ってて。ちょっと一旦聞くね。なんかね、昨日からそよそよしてる気がするね。いっか。一瞬だけお茶飲ませてください。うん。まあでも、吉野部の鼻毛が出てなかったら、多分僕らここにいないから、ね。確かに。それを計算。聖なる鼻毛だから。聖なる鼻毛。トークで終わって締めたから。うん、確かにね。鼻毛が結びつけたいんだから。じゃあいいですか。はい、お願いします。はい、行きます。ちょっと最初ね、茶番から入ろうか、それともなんか、どうしようかなと思って。まあ、試してみればいいんじゃない？うん。わかんない。俺は何も知らなくていいんだよね。うん。ちょっと偉そうに座ってた。え、なんで？なんで？こんな。あ、じゃあなんかちょっとオフっぽい感じ。うん。肩書き何にしようかな。肩書きって何？アホっぽい。なんかさ、こう、すごい知識人みたいな。知識人？成田悠輔とひろゆきをなんかけてルートしたような感じ。成田悠輔とひろゆき、割とそんな知識人っぽい挙動はしてない気がする。怪しい知識人みたいな。ああ、いいね、いいね、いいね。なんかわかんない。ひろゆきはなんかこんなイメージでしょ、うんうん、成田悠輔はなんかこんなイメージ。はいはい、なんとかで。肩書き何にしようかな。そうなんですよ。イェール大学のあのネタ、拾えなくて本当に申し訳ございません。うん。すごいなんかテリー伊藤みたいになってるわ今の。確かに。今はテリー伊藤みたいな。どうしようかな。バイオエコロジーアーティストにしようかな。バイオエコロジーアーティスト。なるほど。じゃあ行きますね。A とかはいしか言わなければいい。ちょっと早めにカット入ろうかな。うん、お願いします。怖いんで。じゃあもう内容入っちゃいますね。はい。どうした？あとゆる鉄の写真、ゆる鉄じゃねえ、収録の写真撮んないとね。ああ。今撮ってもらう？あ、今撮ってもらう？うん。あ、もう終わるしみたいな。うんうん。あ、撮ってもらうじゃん。あ、終わってからでいっか。うん。終わってからでいっか。ポーズ決めてから。もうお互いこう殴り合ってこう。とかね。いいね、仲良くしてます、うん、いいね。はい、はい、じゃあ始め、はい、お願いします。始めます。はい、はい、これも大喜利大会みたいなもんじゃん。もうやだ、大喜利とか苦手よ。じゃあ、はい、いきますね。はい、カチャカチャ。わーいいんだよ、想定しなくて。でもうね、これほぼ同じもろあわりなんですけど、はい、じゃあ最後にちょっとこれいくか。これ絶対ね、うん、簡単なブラウザゲーとかでもいいからやって、もしくはもうアプリとか作っちゃう。これね、堀本さんに相談すればいいんじゃない？あ、これね、実際なんかそういうコメント来てるよ。あ、うん、ね、僕も言ってるもんだって。絶対作った方がいい。これアプリにダウンロードあると思うよ。あるよね、俺知らないけどさ、うん、大喜利のアプリとかあるでしょ、多分。知らない、ごめん。多分ね、あるよ、絶対。あ、うん、だからさ、来年大忘年会でみんなでやるとかさ、いいんじゃない？いや、普通に商売になるとか。うんうん、株式はペダンティックから出しましょう。まあまあまあ、はい。よし。じゃあ、いきますね。はい。まあいいわ。いい。はい。じゃあいい？じゃあね、いきます。大丈夫か？ OK！今顎と首が一体になったよ、ね、俺のコンプレックスです。顎がない。顎がない。あ、おもろでしょ。それサポーター特典にして。僕の横顔見れます。うん、まあいいか。何だろう、はい、コオロギを、コオロギとゴキブリが見分けつかない人って結構実はいると僕は思ってるんですけど、あ、はい、あのクリケットとコックロチスポーツとかですか？え？あ、あ、じゃあ、ごめんなさい。今の話です。英語ですね。うん、心ちゃんゴキブリで。はいはい。なんだ、あれ、クリケットじゃなかったっけ？俺、クリケットって。あの、でかいコンボで叩く野球。みたいなの思っちゃった。ここら辺、どれか編集してください。はい。なんかさ、ちょっとごめん。右目がね、なんかすげえ痛くて。ああ。マジ？奥？手前？手前っぽい。なんか入った。
ずっと気になってた。ごめん。あ、まつげが入ってたわ。はい。はい。はい。ん、なんか、前なんか、縦波長浄化いませんでした？縦波長浄化って言わなかった？ああ、今日のボール。うんうん、あ、縦波長化です。ああ、はい、1個下です。あ、なんかね、縦波長化のなんか1個上に縦波長浄化があるみたいなことなんか聞いた。え、アゲ波長浄化か、はい、あの縦波長化のどちらかしかないんじゃないですか。違います。これはあの縦波長浄化が上にあって、縦波長浄化が上にあって、縦波長浄化が上にあって、ね、早口芸とかしようと思ったんだけどもうやめるわそれ。こういう長文を気持ち悪く言ったら、あの何聞かれても話題をそらすことができますみたいな言い出したんだけどそれはやめとくかな。うん、今ちょっと一応あのサポーター用にさ、ちょっと早口のやつだけパッて。だから、例えばね、あのアゲハチョウ科の一種だよあれって言って、うん、具体的に何アゲハチョウ科の何なのって言われたら、まあ、アゲハチョウ科といえば春の女神こと岐阜町ですよね。岐阜町の岐阜っていうのは岐阜県の岐阜でして、新種登録された際の個体採取場所が岐阜県だったんですよ。あの食草のカンアオイ族の場所は自生場所が減ってるのでレアなんですよね。で交尾した際には交尾線っていうのができるため、メスっていうのは一度しか交尾できないようになってるんですよ。気持ち悪いって言えば、ごまかして話題をそらすことができます。はい、これサポーター限定です。って言われたら、アゲハチョウ科といえば春の女神の岐阜町ですよね。岐阜町の岐阜っていうのは岐阜県の岐阜でして、新種登録された際の個体採取場所が岐阜県だったんですよ。食草のカンアオイ族の場所、自生場所が減ってるのでレアなんですよね。交尾した際の交尾線気持ち悪い、うん、もういいよ、もうそんなんでいいよ。もう何でパラパラ踊ってても何でもいいよ。